改心するためには、自分の過去や自分の歴史を破壊しなければならない。私の祖先の文化は存在しないのだと言わなければならないのです。私は19世紀にどのような建設が可能であったかを示す必要があります。そうでなければ、この先のことはあまり意味がないので、このような動画がもう少し続きます。19世紀の人たちがこんなにたくさんのレンガを作るのは不可能だというコメントをよくいただきます。それでは19世紀のレンガ作りについて少し見てみましょう。2つの資料をご紹介しますが、最初のものはアイビー・ホリーによるアメリカにおけるレンガ製造の機械化に関する学術論文です。記事の通り、植民地時代にはイギリス製のバラストとして運ばれてきたレンガで家が建てられることが多かった。しかし入植者はすぐにレンガ工場を設立し、地元でレンガを生産するようになった。1810年のフィラデルフィアのレンガ工場について、ホリーはいくつかの小屋と地元で作られた窯、そしてもちろん適切な粘土層があったに過ぎないことを教えてくれました。これらは通常約30人の従業員と6、8人の少年を雇っていましたが、彼らは見習いではなかった。職人たちは1日12時間で何個のレンガを作ることができるかを競い合うこともあったそうです。記録は約2万5千個とされていますが、もちろん平均的なレンガ職人の生産量はもっと少なく、9千から1万がその日の適正生産量とされていた。1811年にはグレーターフィラデルフィアに約30のレンガ作りの工場があった。1810年の国勢調査では人口11万人で、1860年には56万5千人以上になった。また約50のレンガ工場があり、それぞれ約30人の従業員と少数の少年を雇っていた。ここで一旦中断して簡単な計算をしてみたいと思います。レンガ職人の1日の平均生産量は9000から1万個でした。1日9000個で週5日働いて4万5000個のレンガを作ることができます。1811年にはグレーターフィラデルフィアに約30のレンガ作りの工場があったので、4万 5000×30 で1週間あたり135万個のレンガを生産することができます。1年は52週間だが、手作業によるレンガ作りは季節性があった。秋から冬にかけて労働者は粘土を掘り、熟成させるためそれを積んでおき、春と夏にはレンガを作るのである。というわけで、1週間あたりのレンガの量を135万個とし、20週間ほどかけて計算すると年間2700万個のレンガができます。アメリカでは1792年にデイビッド・リッチウェイがレンガ製造機の特許を申請している。といっても許可が下りなかったようで、1804年にアメリカで11件のレンガ製造機の特許が取得された。そして図面が残っている最も古いレンガ製造機は、馬の動力で動く木製のフレーム機構で、1日12時間で3万個のレンガを製造できるとされていた。しかし、いずれの会社でも機械の導入には積極的でなかったそうです。フィラデルフィアの50以上のレンガ工場では、
1840年代に年間5000万個以上のレンガを生産し、そのほとんどが手作りでした。ここで見るように機械がないとたくさん作れないわけではなさそうです。ここで人口の計算をしてみましょう。一つのレンガ工場に約30人の従業員がいて、1840年代にはフィラデルフィアに50のレンガ工場があったとすると、1500人の労働力となります。1840年代のフィラデルフィアの人口は約9万4000人でした。ということは人口の 1.5% にあたります。これはアメリカの一つの州だけの話です。1861年になるとレンガ製造機はますます成功を収めつつあり、企業での利用が進んでいました。 J.W. クラリーはおそらく史上最大のレンガ製造機の特許を取得し、1861年のサイエンティフィックアメリカンで実演されたことが記事に書かれています。ここに書いてあるように、かなり低速で稼働しても1日4万個のレンガを生産することができます。おそらく最も重要な特徴は全天候型のレンガ製造機だということです。ホリーが言うように、夏だけでなく冬も機械の操作ができるようになりました。ということで1日4万個かける週5日かける52週間で年間1040万個となります。クラリーが連邦政府からジェファーソン要塞の建設用に6500万個のレンガを受注しました。ジェファーソン要塞は1845年から1876年までの31年間で建設されました。クラリーは1861年に契約しているので15年間になります。年間1040万個かける15年で1億5600万個です。そしてクラリーが契約する16年前にすでに建設が始まっていました。要塞は100キロの沖合にありますが、植民地時代の初期にレンガがイギリス船のバラストとしてアメリカに到着したことがあります。そのため人口が少なかったりして現地でレンガが作れなくても輸入することができたのかもしれません。というわけで、このような学術論文は研究のための優れたリソースとなります。そしてこの論文には参考文献がいくつか載っているので、そこから調べることもできます。フィラデルフィアのレンガの作り方。レンガ、タイル、テラコッタの製造に関する論文。レンガ職人60年の歩み。レンガとレンガ製造機。二つ目に紹介する資料は全く違う内容です。1868年の旅行記でアメリカ人がイギリスを旅した時の詳細が書かれています。この本は建築に限った話ではなく旅行記ですが、イギリスを旅した時に彼は多くの産業を見ています。内容を少し読んでみましょう。11月7日、私たちは散歩に出かけ、レンガ工場である彼の会社を見に行った。ここでは壁や床を覆うためのあらゆるサイズと種類の青黒いレンガの製造において大規模なビジネスを展開しています。彼は建物と機械に7000ポンドを費やし、週に約10万個のレンガを生産していました。
数年間、週に10万個のレンガを作るために粘土を採取していた場所は、高校の全範囲を含めても30平方メートルを超えないだろう。クレーターはすでに18メートルの深さがあり、粘土層はその2倍の深さはあると彼は考えている。例えば蒸気機関は、校内から傾斜路面電車で500個のレンガを作るのに十分な粘土を詰めた巨大な石炭入れを引き上げます。そして最後にピストンで鉄のシリンダーからオーブンに押し出される。彼が言う高校とはこのようなもので、半径はそれほど大きくないですが、深さがあります。蒸気機関が歯車を回して粘土を詰めた石炭入れを坑道から引き上げ、粘土をレンガにする作業を始めます。次のことを注意深く聞いてください。雇用者の 75% が女性であり、おそらくその3分の2が9歳から12歳の少女である。レンガ職人には2、3人の少女が使えていて、粘土を運ぶ係と出来上がったレンガを運ぶ係がいる。ここで言うように、女性と子供です。そして現在でも世界の一部で行われています。女生徒、助手に3人で1日に3000個のレンガを成形する。平均労働時間は午前6時から午後6時までです。どのレンガ工場でも日曜日の朝には前日に作ったレンガをひっくり返すことが義務付けられている。この地区のさまざまなレンガ工場では1200人以上の女性が働いていると考えられています。1868年当時でもレンガ作りのほとんどは手作業で行われており、機械は粘土の運搬と練りの工程を補助するだけです。計算しましょう。1日に平均3000個のレンガを生産するのに、女性1人と少女2人が必要で、この地域のさまざまなレンガ工場で1200人の女性が働いているとします。ということは、女性1200人をざっくり分けると、レンガを作る女性と少女は400チームということになります。400チーム ×3000 個のレンガで1日に120万個のレンガができます。1週間では600万個です。彼女たちの仕事も季節性があるとしましょう。600万個に26週間、つまり半年をかけると、年間に1億5600万個のレンガができます。そしてこれはイングランドの一つの地方に過ぎません。1851年のイングランドの国勢調査では、人口1680万人と記録されています。学者のポール・アタベリーによると、この年の労働人口はおよそ1570万人だったそうです。つまり、この旅行記に書かれている1200人の女性は、労働人口の 0.007% を占めるということです。この女性や子供たちは、歴史書に載っているような人たちが、これらの建築物を作ることはできなかったというタルタリア仮説のどこに当てはまるのでしょうか。そして興味深いことがあります。自称真実主義者がいつも謎と陰謀に満ちた疑問を投げかけながら、実際には歴史書や
アーカイブの中にある答えを見つけることができないことを考えてみてください。そういえば、サニーサイドのコークスオーブンのことで、ジョン・レヴィが見せてくれなかったものがあります。これらはアーカイブにある豊富な写真で、この場所が使われていた時とその前の様子がわかります。この写真は Google 検索で10秒で見つかりました。オーブンの上の地面が固く焼けているのはとても熱くなるからです。ここを見ると石炭を運ぶためのカートが走っていたのがわかります。こちらは別の場所の短い映像です。このようなコークスオーブンの廃墟はいろんな場所にあります。サニーサイドのオーブンは以前はこのような形をしていました。そのためおそらくオーブンの前面が欠けている可能性が高いです。1958年の廃炉された後に不法占拠者の住むことを阻止するために石を引き上げて再利用しました。レッドストーンのオーブンで起きたことですが、キッティはこのオーブンの中で生活していて、オーブンから石を略奪していました。また、レンガメーカーの一つがホーズであることにも気がつきました。ホーズは壊れにくく、熱に強い耐火レンガを作っています。アメリカ初の耐火レンガ製造会社であるホーズ耐火レンガ社がシリコンレンガや耐火レンガの製造に特化した工場を建てた。シリコンレンガはコークスオーブン、鉄鋼炉、蒸気船、機関車のボイラー、防火箱に使用された。ホーズは19世紀に設立されました。レンガはここにより頑丈なものを使い、下の部分はより安価なものを使うというのが現実的ではないでしょうか。このように上の部分と下の部分だけが焼けて真ん中が焼けていないのはなぜでしょうか。しかし1942年にサニーサイドで300のコークスオーブンを回収しているので、これもそのうちの一つかもしれません。このオーブンが廃止されたのは1958年で、つまり今から64年前のことです。そしてさらにオーブンを作っている様子です。こちらにはレンガが積まれています。そしてなぜこの写真をみんなに見せてくれなかったのでしょうか。このような写真を無視し、存在しないことにしてしまうと、謎を生み出すのはとても簡単です。どうやって民族を滅ぼし、彼らの文化を奪えばいい。それをするには、彼らの言語と歴史、そしてアイデンティティを奪わなければならない。どうやったらそれができるのか。私は唇を押さえた後、彼女の顔を見上げた。禁書にすればいい。あるいは無視して存在しないふりをする。改心するためには自分の過去や自分の歴史を破壊しなければならない。私の祖先の文化は存在しないのだと言わなければならないのです。